耐えれるんだ。やった、明かりがついたぞ。やった、やったぞ。嬉しいな、よかったな。スマホの充電ができるか。スマホ以外にも何かできるんじゃないか。お願いしておきます。それではライブでも歌いました、この曲を聴いてください。
準備してくれる話はどうなっているんですか？そちらも現在調整中で、おそらくそのもうしばらくかかるかと。しばらくってどれくらいかかるんだ？昨日は2日くらいで手配されるって聞いたぞ。本当に帰れるんだろうな？これは行くんだろうな？行かないのか？おい、あんたも何か言いたいんだろう。とにかく一番偉いやつを連れてこい。そうだよ、責任を出してくれよ。誰でもいいから分かる人を連れてきてくれよ。おい、この兄ちゃんの言う通りだ。こいつらじゃ話にならない。市長のところへ行くんだろ。おい、俺たちもついていくぞ。はい、おお、そうだ、行こう行こう、早く行こうぜ。
皆さん落ち着いてください。このままだと怪我人が出てしまいます。なんだと、市長の肩を持つのか。さてはあんた、市長のスパイだな。俺たち避難者が邪魔だから暴動を起こさせて一掃させようって計画なんだろう。お前の振り方はどうもおかしいんだよな。さっきから言ってることが違うじゃないか。ダメだ、みんな混乱していてまともに話が通じない。こいつがみんなを先導したんだ。なんてやつだ。最初から怪しいと思ってたんだよ。人のことばかり言いやがって。見ろ、こいつ市長を人質に取ったぞ。なんて卑劣なやつだ。あなたの怒りもわかりますが、こんなことしてもこいつどうするつもりなんだ。どうしてこんなことになるんだ。それはこっちが聞きたい。そうだそうだ。お前こんなこと言うのはおかしいんじゃねえのか。いい加減なこと言ってんじゃねえぞ。なんでさっきから適当なことばかり言いやがって。熊沢さん、助けてやるが5万円だ。払いな。
ほれ、払ってもらおうか。動かないでください。ここでデモ参加者が暴動を起こしていると通報がありました。おーい、ここだ。市長を人質にして暴れていたのはこいつだ。庁舎に隣接した避難所では、市長が手配した帰宅支援の準備が進められていた。先ほどまで庁舎になだれ込み混乱していた人々は、いつの間にか落ち着きを取り戻し、安堵の様子で準備された車両に乗り込んでいる。人質であったはずの市長自身が弁明してくれたこともあり、小言を言われた程度で済んだ。